はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、コナミアーケードゲームコレクションから、ジャイラスね、はい、こちらをねやっていきたいと思います。ゲームオブアドバンスですねこれね、はい、はい、じゃあこれねやっていきます。1983年ですね。はい、おお、斬新これ、すげえ斬新。一応インベーダー的な感じやけども、どういう、これ何スクロールっていうのかな、これ回転スクロールみたいな。すげえな、斬新やなこれ。お、クリア。おお、わかりやすいな。あ、死んだ死んだ。音楽もなかなかかっこいいしさ。クリアか。おー、ネプチューンね、これ、まあ、星の名前か。チャンスステージ。ボーナスステージみたいなもんか。あ、ボーナスステージやね、これ。当たっても大丈夫なんよね、これね、基本的にね。よし。なるほど。なかなか面白いわ。あ、これもボーナスステージ、もしかして。続き？あ、でもあれか。これ敵の弾に当たったら死ぬけど、敵の飛行機に当たっても死なないんだよね、このゲームね。弾にさえ当たらなければ大丈夫らしいんだよね。敵の機体に当たっても大丈夫らしいな。よし、クリアした。あ、しまった。あー、でもあかんか、やっぱり当たったら。やっぱ機体に当たったらダメですね。あー、しまった。なるほど、難しいけど、まあまあ面白いな。もう一回やってみよう。チャラリー、鼻から牛乳をやったね、今音楽は。カモン達夫のね。まあこれね、スタートをしたらチャラリー鼻から牛乳が流れるところがなんかすごいな。まあね、このゲームファミコンでなかったですもんね。アーケードだけのね、ゲームですからね。あー、しまった。難しいな。
きました。このね、回転スクロールがね、斬新ですよね、これね。本当に。なかなかね、ありそうでないですよね、これ。やれだ。はい、ゲームオーバー。はい、じゃあこれでね、終わらせていただきますね。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。